かがでしたか？緊張したというか、やっぱ時間を気にするとちょっと頭が白くなることがあるんですけど、まあ、トップバッター、そうですね、それもあってちょっと緊張もあって、喋りたかったフレーズがいくつか出てこなかったので、ちょっと悔しいところがあるんですけどまあでも楽しかったですね。あ、そうですね、やっぱなかなかこういう一般の方に喋る機会ってないので、結構大学の中で閉じちゃうので、そういう意味で楽しかったですし、まあ、まだまだ楽しいです。今日はどういった経緯でこの企画をに参加されるんですか？今日はですね、いつだったかな、まあ、いつだったか別の大学のセミナーの時に、あの企画家の飯島と話した時に、まあ、誘われてというかやりませんかってオファーが来て、何かこの企画にこう参加するにあたってこう目的とか、なんか意気込みとかいうものってありましたか？いや、特にはないです。単純に面白そうだなっていうのと、いい機会だなって、そうですね、専門用語を連発して、ね、研究同じ分野の人に喋るのとは違う技術とかあると思うので、一般の人に分かりやすくっていうのは自分にとってもいい経験になるかなと。それはありました。今おっしゃっていただいたみたいに、すごいここ開かれたスペースで、そうですね、普段のまあ研究室とかとはちょっと違った空間だったんじゃないかなと思うんですけど、その辺はいかがでしたか？そうですね、どういうお客さん来るのかわからないじゃないですか、ね、そうですね、で正直そんな立ち止まってくれるのかなっていうのもあって、で、ね、予測がつかなかったんですけど、だから想像してたよりずっと盛況ですよびっくりしてます、はい、それもだからそのなんですかね、いい意味で裏切られて、期待を裏切られてちょっと楽しいですね。はい、楽しんでいただけたのは良かったです。その一般の方にその、まあ、発表されるということで、その研究を、その自分の研究を伝えようという時に苦労なさった点とか工夫された点とかって、やっぱりどうですかね、分からない言葉をあまり使わないっていうのと、背景を結構多めに盛り込むとか、あとはそうですね、とりあえずやっぱり誰にでも分かってもらえるようにというのが目標なんで、基本的に前提知識ゼロをで分かるようになるべく喋ったつもりです。だから例えばその辺のおじいちゃんおばあちゃんに喋るのと、自分のおじいちゃんおばあちゃんに喋るのと同じような感覚で喋なスライドも作りました、喋ったつもりです、まあ、それでもなかなか分かりにくいところあったかもしれないですけど、目標としてはそういうところですかね。まあ、ご自身、まあ、ドクターで、そうですね、ご自身のこう研究の価値みたいなものがきっとあると思うんですけれども、その辺の価値みたいなのは伝えられましたか？そうですね、僕にとっての研究の価値って好奇心、で好奇心を満たすっていう結構単純な動機でこの世界に入ってきているので、その好奇心の何に興味を持ったのか、何に好奇心を持っているのかっていうところは、まあ、ある程度、伝えられたかなという気がしますね。どういう例えば応用、どういう応用につながるのかっていうところも、基礎研究、僕の場合基礎研究なので、応用までは結構ステップがあって遠いですけど、こういうところにつながりそうだなっていう夢がありますよね。そういう夢を持って研究しているとしているっていうか、どういうところに夢を持っているのかなっていうところは喋、ることはできたので、一応スライドには盛り込んでいきます。発表お疲れ様でした。いかがでしたか？いや、すっきりしましたね。すっきり、はい、自分が今までやりたかったことっていうのがやっぱ一般の人にこう伝えたかったことが多かったので、あ、なるほど、はい、それをこうやっぱり研究分野で言うとなかなか理解してもらえなくて、それを、まあ、一方的で申し訳ないですけど言わせてもらったので、今回この企画はどういう経緯で、CSCD ってコミュニケーションデザインセンターの事業を取ってまして、でその流れで、あ、そういう学生が主体でやってる団体があるんだというのを気づいて、でじゃあ僕も主体的に参加したいなと思って、すごい自発的に参加していただいた感じ、
あ、なんかこの企画に参加するにあたってなんかこれを目標にしようとかこれを目的にしようみたいなものって何かありましたか？できるだけ多くの人に、コンピューターっていうのはあの魔法の過去なんじゃなくて人のこう能力を向上させるために使う道具なので使い方を誤ったら自分が破滅するんだよっていうのをこう理解してほしいなと思いました。どうですか、その目的は達成されましたか？また今からいろいろ議論しないとわからないところがありますけれども、少なくとも僕の中ではこうやっぱりこう閉じこもってて研究してるとこう、なんていうかコンピューターの技術でなんとかうまくなるんだってこう楽観的にというか考えてしまいますけど、こう一般の人に言うことでやっぱいろんなものを考えないといけないんだなとか、あ、こんなところ気づいてなかったな、幅広い視野で見てたかなと思います。今回あのすごい開かれた場所での、まあ、発表だったんですけれども、あの学校でこう研究室の方に発表されるのとどういったところが違いますか？やっぱり学問分野が広いというかっていうのがすごい開放的でした。開放的、やっぱりある専門分野であるとこういう質問が来るんじゃないかとかこういうのに対応しないといけないとかこういろいろこう考えることがあるんですけど、一般の人に話すって言ったらやっぱ普遍的に大事なものを伝えたいっていう気持ちがありますし、そういうものがこうを伝えても広い部分から、まあ限られて時間で限られてるんでそんなに話はできないですけど、こう広い部分で捉えてもらえるっていうのが全然違うところかな。なるほどなるほど。まあそのご自身の研究はこういう場で発表されて緊張されましたか？いや全然緊張しなかったですね。もう話したくって話したくって、もうこういう機会をもらえるんだったらぜひっていう感じでした。そうなんですね。何かこう工夫された点とか伝えるときに苦労された点とかっていうのはありましたか？そうですね、やっぱり専門用語が多くて、その専門用語をうまくこう一般の人にも分かるようにこうスライドを変えたりもしくは話すことを変えたりっていうのが一番苦労してます。情報科学の分野はコンピューターみんな使ってるんで分かってもらえると思いますけど、他の方の生物系の分野っていうのは本当にこう研究するために4年間勉強し続けないと研究できないっていう現状があるので、そこの違いっていうのをすごい思いました。すごい多分生物系の方は苦労されたと思います。ありがとうございました。